くんちゃブルーホースです。ということで、今回はですね、水浸しティーからやっていきましょう。で、前回、帽子ぶっ飛ばされたじゃん。ねえ、びっくりしたんだけど、帽子ぶっ飛ばされたせいで、なんか、スタートしたら、ぶっ飛ばされた状態になってんだよね。あれ?って思って。いや、どうしよっかな。よいしょ、おい。ということで、カメラ。ねえ、これ、帽子ってさ、どっから手に入るのかな?まあ、全然わかんなくてちょっと不明なんだけど。はい。あ、ちょ、あれ、あ、お話ができない。お花、あ、ちょ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 、
ってきた。渋滞法準備にかかりますということで、はい、ということで、今回は、どうしようかな、もうね、なんかね、もう、あれ、今回トップオブザシティとかって言われて、もう名前がもう全くもって意味が不明だから、もうトップにならなくていいんじゃないかなと思って、もういつのことね、ダウンタウンに行って、ヒャッホーってした方がいいかもしれないですよね。なんかね、いろいろダウンタウンさんもね、なんか、大変なことになったりとかね、まあまあ、ね、あったりとかしたけれども、はい、もうそれに関しては、私はね、どっちだったみたいな、うんぬんかんぬんとかっていうのも一切触れないんでね、とりあえず、ぶっ飛ばせ、ヒャッホー、ヒャッホー、飛んでいけー、そのまま沈んで、ヒュー、壁ドン、痛い。ということで、まあ、ここで帽子どこで回収できるのかなっていう、ちょっと一物の不安はまずい。はい。一物は一物だからな。はい。まあ、何かとは言わないけれども、はい。ということで、この、なんかうまくこう連打をする、なんて言うんだろうね、その、うまい塩梅がわかんないので、とりあえず、なんか、あれだね。で、あれですよ、北島康介が金メダルを取った時にね、予選と、決勝の時とで、タイムが大幅に変わったみたいなエピソードがあるんですよ。で、その時に、こう予選の時は、なんかこう気持ちの焦りがあったからか、こうすごいね、なんか、各回数が多かったらしいんですよ、こういう風に。ところが、コーチからですね、焦らないでいいよ、もっと大きく、なんか、やってみなさいみたいなことを言われて、あ、なるほどな、つって、じゃあ、ゆっくり書いていこうと思って、なんか、ストロークの回数を減らしたら、それで金メダルがぶち抜けたっていう、そういうね、なんかエピソードもあったりとかするんでね。はい。だから、あんまりこう、早くやりすぎても仕方がないのかなと思ったりするんですけど、ところで、ここは一体なんだ？これ一体、ここで一体何をすればいいのかっていうのが全く分かってない。あ、赤コインがあるね。赤コインは全部ドラッチチチのチーがある。ちょっと待って。あ、そうか、スケスケの民意を食べて、で、女湯、そんな、スケスケだからと女湯を覗き、あ、で、そんな、女湯を覗きたいなんて、これだね。あ、ここ行けばいいんだな。オッケー。じゃあ、ここまでたどり着くのに、こうやってぐるぐる、うわぁ、なんかもう、今日あれだ、もうすでに画面用意してるんだけど、大丈夫かな、俺。持つかな。あれ？あいつ、火、ブーって入ってこないんだね。ダウンタウン、デラックス、マツコもデラックス、俺のあそこもデラックス。まあ、何かとは言わないですけど、何かとは言わないんだけど、日本人の、なんだろう、平均の長さっていうのが、なんか、なんかちょっと、生きりた、え、あれ？これってどうやっていくんだ？あー、わかった。こうだな。あ、ちょ。あれ、ちょ。ほ、あれ？あー、むずいな。さすがここまで来るとむずいな。ちょっと、カメラがさ、もっと中に入って、あ、そう。いやいや、中に入ってくださいよ。中に入れっちゅう。あれ？ほ、あ、いた。あ、オッケー。壁キックが苦手でね、そう。まあ、日本人の何の長さかとは言わないけど、なんか、平均する11センチから12センチくらいらしいんですよ。生きり立った時っていうのが。もう生きり立ったっていう言い方もよろしくないのかもしれないけどさ。はい。で、それに対して僕がどのくらいの長さか、どのくらいの長さになるかっていうのはもう全人類が全くまるで興味もないし、聞きたくもないしっていう情報なのかもしれないけど、まあ、平均で言われている長さよりもね、なんか長いかなっていう気はするよね。はい。そこが僕のアイデンティティなのかもしれない。まあ、もともとアイデンティティがない人間なんだけど、そこに関してアイデンティティがあるのかなと思っておりまして、はい。おそらく、バイオハザードを見ている視聴者層のレベルってなんだ、危ない、やばい。レベルじゃなくて、身長、もう、まあ、日本語にならなくなってきたね。はい、ということで、大優勝とゲームをしながら、喋るということがいかに難しいかということを私が、証明して見せているということでね、だから、なんかいろいろとね、落ち着きながら、キャッホーとか言いながらやっているね、ゲーム受講者さん、本当にね、尊敬するというか、登ってくれ、なわれない。よし、オッケー。じゃあ、いいや。じゃあ、よし、オッケー。登れない、むしろ落ちていく。くるくるくる。よいしょ、オッケー。
で、これは、あと、よいしょ。空中トンボ返り、オッケー、よいしょ。に、あれ、あと一個どこだ？あれ、あと一個どこよ？ほ、あたた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 た、え？わあ、これなんか取るのに死にそう。飛んでるのに死にそう。飛んで火にいる夏の虫ということなんですが、うわあ、これ。どこ行った？あった。よいしょ。ほ、ほう、あぶね、なんで？キックしようと思ったのに。はい。よし、オッケーオッケーオッケー。何の話をしてたかね、健康に、忘れるということでね、健忘症になっているんですけれども、これ、ちなみにこ、あ、ちょっと待って、こいつ話しかけたらなんかくれるんじゃないか？お兄さん、あれ？前話しかけたっけ、こいつ。ここは2階でしゅ、みたいな。てちゃっちゃっちゃー、てるちゃ。話しかけてたね、話しかけてた。はいはいはい、もう元気に忘れております。元気に健康に忘れております。ということで、まあ、前回のパートでね、恐ろしくも苦しめられたっていうところをね、なんとかね、払拭していきたいかなというふうに思ってるんですけど、氷のぶちゃだった、ちゃらっちゃっとぺい。ということは、こいつ、あ、違うな、こいつはあれだ、氷のオブジェの中のあれを取りに行こうと思ったら、まずこっちに行かなきゃいけないですね。これどっか帽子、帽子落ちてないのかな。よいしょ。で、こっち潜ってはいかない。いや、違う、痛い、これやろ、やれっていていい、すっげえ。オッケー、ちゃ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 、滑る、滑る、よっしゃ、ほー、ほほー、やっ、痛い、おっさん、頑張れ、おっさん、頑張れ。よいしょ、登って、体力がじわっと削られていく。ほほー、やっほー。あ、ちょ、あれ？やっ？ほ、ほー、あれ？ほー、オッケー。で、この上に行って、あ、違うな、これあれか。あー、なるほどね。どうやって行ったらいいんだ？あー、やばい、追いかけられてきている。こっち、カメラ。あ、ちょ、死んじゃう。いくらマリオといえども。でさ、普通にこれで亀の甲羅なくてもいけんのかな？あ、無理ですよね。よいしょ。あー、やっぱあれか。亀甲にならなきゃいけないのか。体力がじわじわ削られてて結構危ないんだよな。あー、違う。オッケー、ふ。とりあえず、赤コイン？レッドコイン？で、こっちも多分普通のコインだった。え？チェルチェチェチェルチェキュービゴー！オッケー、まあ。あれ？そっか、これ普通に取れたんだ。冷たい息を越えて。なるほどね。オッケー。まあまあいいや。まんまみーやって言ってくれ。おまんまのみーやって言ってて。お乳のみーや。氷のオブジェ、チャラッチャッ。オッケー、じゃあ、とりあえずもう一回行きましょう。はい。なんかね、やっぱスターをトータルで70個というか、まあ、まず50個取りに行かなきゃいけないから、50個取ることが今の、至上命題でございます。あー、なんでだー、飛び越えちゃダメ、ぴょんてって、あ、うわい、やばい、こいつじんわりと、トゥトゥルトゥトゥルトゥルトゥてらんないよね。季節を越えてまた出会えたら僕の名前をお名前にしてみましゅ。なんて言った今。なんかちょっとあんまり言っちゃいけないような言葉が聞こえてきた気もするけど、そんなことはきっと気のせいでございます。ちょいけねえし、おめえでもいけねえのか結局。シュー、はい、ちょバグってチャラチャチャチャラチャ、ヒュービゴー。マジで、あれ、どこの、あ、痛い。ちょ。てか、ここのステージだったら、なんかあれだね、普通に、あ、やべ、オッケー。あれ、ここにさ、あ、痛い、おめえだ。恥ずかしくて赤く照れちゃった、ボム兵ちゃん。あ、ちょ、ほら、待って。あ、ちょ、ルジュー。これ、どうやっていくの？こうか。いけなかった。お互いにすれ違いの恋か、お前らは。ほっ、で、目と目が合う瞬間、好きだと気づいたっていう人。とりあえず、大砲だけオープンセサミっといて、もうこの中のスター取っちゃうか。
ほい。お話ししようよ、スケスケだけどお話くらいできるでしょ。オッケー。じゃあ、手軽準備でかかりましょう。ありがとう。で、こいつは？あー、いらないな。もう、あれですよ。ライフ尽きたらそれまでの男だったってことですよ。取っちゃったー、思いっきり取っちゃった。よいしょ、よいしょ。シュッシュッ。オッケー。じゃあ、パパッキーでピッチュッてキュッピッドーン。いや、サクサクっすね。いいっすね、いいっすね。で、これでもう一個手に入れて、オッケー、50個でしょ？うんうん。ハイスコアー。セーブして続きます。ってことでもう一回行きましょう。やっほー。ダダッダダッダッペイ。1ステージ6個だったっけ？もう覚えてないんだよね、そこら辺もね。よし、カチャコン、ウィーン、ウィーン、ウィーン、このくらいかな。発射ー！行き過ぎた気がするですよねー。見えない壁に阻まれる。てか、この辺にさ、あれ落ちてないの？ないな。前回ここで飛ばされたはずなんだけどね。もっと上だな。スナイパーメリオ発射ー。オッケー。角度が急だけど、今度は急すぎたー。下手くそ、貴様。よし、ティッフーティーピルピーカチョン。デデデン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 。こ、微調整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 。で、今マックスであれだったから、マックスにしてから気持ちいい。チュッチュッ。これでたまたまマリオ、たまきんマリオ、これで行き過ぎなんかい。むずくない？あれ、ちょっと待って、俺の思ってた感じじゃない。サクッとクリアして、もう3階に行こうかなと思ってたのに、上でバカボンバカボンボンボンバカボンバカボンボン。ほい。じゃあ本当にちょびっとね、これ気持ち、気持ち発射。結局最後は気持ちで勝つんですよ。オリアンジャニーン。ちょっと待って、おかしい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 。ちょ、全体的に大好きです。おかしいおかしい、今のですはあれですよ、本当にもうですよですよ。はよいしょ。じゃあちょっとやって、ちょっとこうだな。いけい、これでもいいだろ。これ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 、5度目の正直かな。もう何度飛んだか分かんないけど、これでも飛びすぎ。え、これさ、てかそもそも大砲使わなくていい系？もしかして B 系？あ、無理だよね。それは無理だよね。むずくないっすかこれ。逆にあれ、なんか直接ぶっ飛んでさ、掴む系女子なのかな、これ発射してさ。どっか入れるとこあんのか。よいしょ。どう？これ多分行き過ぎたな。これちょっと角度行き過ぎてますね。ですよねー、ですよねー。なんとなく分かってきた。ちょっと待って、ごめん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 。結局このステージに苦しまされるんだよな。これだけで今5分使ってる気がする。わかんない。まあ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 、もうすでに多分このパートに入ってから3つだか4つだか取ってるから、あ、そうだね、もう4つ取ってるから、それは許して。よいしょ。ちょちょー、これでどうだ。直接武器取れたらかっこいい。あぶね。よしよし、違うこっちか。あぶね、あれでもギリギリなんだ。むずいな、角度調整って。これをだからさ、この穴の中に直接さ入ってさ、スター取ることができたさ、コツメコさんってマジで神で、スターでパワーアップじゃね。最後は意味わかんない。オッケー。じゃあセーブして続けて、チャ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 ラチャチャ。よっしゃ、3回クッパすぐ外だ。アイテムスイッチは全部押してきたか確認しておこう。赤青、ああ、それは全部取った。でもさ、今さ3つ全部取ったかとかって言うけどさ、肝心のさ最後のクッパをぶちのめすところのステージに関してはさ、もうスターじゃないや、その3つのアイテム、3つの帽子か、あんま関係ないもんね。チュイ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 ということで、時計に入っていきました。ダルルルルル。さあ、何からやろうかなというか、何からやればいいのか分かんないからな。とりあえずあれ、なんか6ってめちゃめちゃ早いんじゃなかったっけ。ダダピポロチュッ、ぐるぐるカゴの中へ。チュイ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 。あれ、こんな、あれ違うな、なんか止まってるように見えたけど止まってなかった。マジでね、このステージとね、3階のステージはさ
そこで、おまんまみーや。あ、これやばい。止まったんじゃねえか。ギリ止まったよ。これピックしてなかったら止まらないとか、そういうオチだよね、だよね、だよね。てか、なんか今、あれ、動きがすげえランダムだった気がするんだよな。ガチャン。あ、大丈夫？だから、スッと行かないと、やばいことになるから、気をつけましょうよっていう話だね。よいしょ。やばいやばいやばい。オッケーオッケーオッケー。うわー痛いー。よし。だがしかし、回復すれば、オッケー。危ないのがいるねー。危ないのがいるねー。危ない危ない。おーおーおお。あれは一体どちらの責任で死んだのかな。ほいよいしょー。こういうのあれだよね、なんかあのそれっぽくさ、なんかもう連続でさ、こうやってピョイってピョイってピョイ。オッケー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 。まさかこいつにピョイーンって跳ね出されるとは思ってなかったわ。マジでビビったーのー、ビビったーのー。危ないのー。ほいオッケー。しかもすよ、あのね、プロコンがさ、あのー操作の性能が良すぎるせいで、逆に難しくなってるというか、わかる？てるちゃちゃってるって、キュービゴー！これカゴ？これカゴだよね。ちゃ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 るちゃ、オーケー、ぐるぐるカゴの中へ。1個目。セーブして続けましょう。うん、まみーや。よし、ほほー、あちゃちゃちゃ、ほほー、オッケー。3はどうなんだろう？どれが一番そのなんかぐる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 振り子の部屋。はいはいはい、なんとなくわかる。あれなんかさ、気持ち早い気がするんだけど、気のせいか。よいしょ。おい、オッケー。よいしょ。オッケー。ここは慣れたもんですね。もう多分3、4回は走ってっからな。え？ああ、よいしょ。うん。おう、直接ベイベイ。振り子の部屋ってことは結構上まで行かなきゃいけないのかな。ほい、ほい、あーやばいやばい。あー直接死んだ。あ、ごめんなさい。ベロ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 。マミーや、おまんまくいや。それ意味がかる。まあおまんまってあれでもご飯のことだからね、別にエロい意味でもなんでもないからね。ってことで、あー結構シビアなんだよね。チャラピッポポティッドボー。ペペ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 ペほい、よいしょ、ほい、トーン。てかマジであれだな、マリオのさ、そのさ、後ろのさ、ピコタも2つどうなってんの。オッケー。微調整、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 微調整で登っていって、ファイバー、フィーバー、フォーバー、ピョン、ピョン、ピョン。オッケー、ナッペ。まあ、はい、ちょっと、ういー、ティッティッティー。マジか。一貫なんだね。電気を放出すると止まっちゃうシステムなんだね。お、はい、おいで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 。オッケーオッケー、テラペペピギン。で、おめえは？おめえ、怖いやつがいんな。しかもよく見たら、なんかあの、グッドボーイみたいなのが書かれてるけど、いや、全然来なくていいですからね。そしてカメラワークが、カメラワークが。マリオのおひげー、これかな、振り子のおひげ。あれだね。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。これどうなってるの、飛ばなきゃいけないの多分ね。ピョン。あー、でこれあれか、潰されたら死んじゃうやつ。うーとか言って。オッケー、二つ目、タラタペペラペン、指ゴー。ドラえもんのお手手みたいなんだよな、よく見たらな。帽子どこやったのよ、そして。うん、じゃねえんだよ。あ、君なんかくれるんじゃない？タラタタタタタでくれ。やったー！来たー！ありがとう！隠しスターゲッチュ！ペレッペペレッペ！
よし、オッケー。で、どっちやったっけな、これ光が放ってる。ほーふっふーふっ、あ、ちょちょちょ、ほあ、あれ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 、行けへんのかい。待って、まずステージに入ることのレベルが困難だっていうね。なんでやねん。おかしい。ちょ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 これ一番長いんじゃなかった。まずここにたどり着くのが大変なんだよね。まああっちは後で行きましょうと言いつつ、もう20分超えてっかんな。まああと1個スター取ったら終わりかな。でもうしばらくなんだろう、あれで遊んだら、3階で遊んだらちょっと70枚になるように、あの1階とか地下とかいろいろチュッチュッチュッチュ。いやー本当落ちたはずなのに上に飛び出てくるってどういう仕組みなの。そこじゃないんだよね問題はな。おそらくそこじゃないんだよね問題はな。よいしょー。 I can show you the world shining shimmering splendid tell me princess。 はい、ということで、じゃあこっちに移動しといて、ちょっと怖いんだよねこれがね。登るんです。で虹を渡る船ってどこだ。こっちかな。ほいよいしょ。急にね難易度上がりすぎなんですよね。死んだら一発で終わる、死んだらってか落ちたら一発で終わるってさ、もうそんなステージばっかりよ本当。ここ、こんなところでコイン100枚集めるってもう鬼畜の修行だもんね。合ってるこれ。これそもそも進むところが間違ってたとしたら本当にすまないと思う。チュ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 。やっ、左かなだね多分。右、え違うの、えどっちだ、合ってるこれで。おちょ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 、危ないのがいる、危ないのが同情してるよ。同情が同情ってか、くだらねえっす。おお、ひゅっ、もう多分上に行ったら、あーでもこいつがあれか、かぶってくんのか。オッケー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 。青い炎は一切あれ、あー出た出た出た、虹の船、レインボークローズ、虹を渡る船。そのままなんだよなレインボークルーズってな。なんかこっからピョーンとか飛べたらいいんだけどな。あぶれ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 。あの元祖ぬるっとしたゲームなんだよなこれな。あのバイオ RE4 とかをやったことある人は多分ねわかると思うんだけど、これなんかねこう滑っていくとこれぬるっといくっていうのが RE…バイオ4とかバイオ5とかだったらありえなかったんすけど、ははーじゃねえんだよ。よいしょよいしょよいしょ。え、あーちょ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 、あぶれ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 。そうね、ありえなかったんだけど、ありえぽんなんだけど、ひょーんひょーん、ちゃなっちゃっちゃな、よっしゃー来たー、オッケー。そう、なんか進もうと思ってる方向ってね、なんか逆にぬる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 って走っていくっていうのがなんかこれのなんか特徴というかね。はい、ということで、キリのいいところで54個スターを手に入れることがあって、どこがキリええねんっていう話なんですが、はい、一旦ね、この辺りで終了とさせていただきたいというふうに思います。ということで、次回パートもお楽しみください。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。